土佐の坂屋、峰ミネヤ、の後取り息子として生まれた主人公、万太郎が植物学者の道に邁進する連続テレビ小説、ランマン NHK 朝ドラ。同局の情報番組、朝市に万太郎の相棒、井上武雄役の志孫淳が出演し、今後の展開に触れるシーンがあった。写真、朝市に出演した志孫淳志孫演じる武雄は、 峰屋の番頭の息子として生まれ、幼い頃から万太郎、神木隆之介の世話をし、大人になった現在は、相棒として万太郎をサポート。万太郎が植物学を学ぶため都さを出た際も共に上京し、時には自分の立場に悩みつつも良き理解者として万太郎を支えている。作中の印象的なシーンとして、印刷所で働き始めた万太郎に対し、 武雄が複雑な心情を劣ろする場面を挙げた子孫。峰屋の投主として育った万太郎が、印刷所で体を酷使することに心を痛めた武雄が、わしは悔しいがです、と涙を流すシリアスな場面だが、台本ではもっとコミカルなシーンだったという。子孫は、武雄にも葛藤があって、ただただ良い人で支えてるんだってだけにしたくなかったんです、と自身の役柄を分析。台本では、 いつものじゃれ合いで言い合っているくらいの雰囲気だったんですけど、実際にやってみたらすごく感情が高ぶってしまって、と振り返った。また、プレミアムトークにゲスト出演をすると作中で、退場してしまうというジンクスがある同番組。MC の博多大吉が、もう今後出番がないんじゃないかっていう、と指摘すると、子孫は、それで言うとまあ、合っているかもしれないです。 だからこそ一周一周を大事に見てもらいたいなって思いがあります、と意味深発言をし、スタジオを騒然とさせた。放送後、SNS でも、竹雄を子孫淳君、爆弾発言、竹雄退場フラグ、嫌だー、など、驚きや竹雄の今後について悲鳴を上げる視聴者が続出していた。